マイクパフォーマンスを行うアイアンシークマイクパフォーマンスはプロレスのリング上や控え室、インタビュールームでプロレスラーが相手を挑発するためにマイクロフォンを片手に喋るパフォーマンスのことを言う。場合によってはリング上の試合以上にマイクパフォーマンスが重要視されることもある。アメリカではテレビマッチの前には両選手がインタビューで絶戦を繰り広げるのが定番であり、 スーパースタービリー・グラハム、ジェシー・ベンチュラ、ロディ・バイパーなど、マイクパフォーマンスのうまさが出世の大きな要素になった、レスラーもいる。ギミック上の設定や本当にマイクパフォーマンスや、英語が苦手な場合マネージャーが、マイクパフォーマンスを代行することもある。また、心理戦という体で、マイクパフォーマンスのみ、トークコーナーを任されその日の試合が組まれないレスラーも、いる。日本で、 マイクパフォーマンスを定着させたのはアントニオ猪木だが金網デスマッチの鬼と言われたラッシャー木村も1981年の新日本プロレス田園コロシアム大会におけるこんばんは事件をきっかけに全日本プロレス移籍後は監修に笑いを提供するパフォーマーとして定着観客のマイクコールに応える形で試合終了後に季節や 時事の話題を取り上げたネタを披露した。1990年代中盤あたりまで日本のプロレスでマイクパフォーマンスをすることはここ一番のところでしか行われていなかったが、WWE が注目されるとともに、日本でもマイクパフォーマンスの回数が多くなっていき、工業で重要視される要素となった。WWE では、 マイクパフォーマンスにおいて、選手の決め台詞が叫ばれることや、決め台詞を観客が合唱するシーンが非常に多い。ストーンコールドスティーブ・オースチンやザ・ロックなどが、その代表例。その他女子、プロレスラーでは、北斗・アキラが名手として知られる。主に対戦相手への挑発や、共闘を呼びかける際のパフォーマンスであり、後のストーリー展開に欠かせない要素となる場合が、多い。 また、会場ファンのやじに対して、即興的に対応する才能も要求される。しかし、会場の雰囲気と別の方向に行ってしまうと、観客に不愉快な思いをさせたり、時には怒りを解剖道に至ることすらある。近年では、ハッスルにおける、高田総統のマイクパフォーマンスが知られた。日本では、マイクパフォーマンスの後にマイクをリングに叩きつける、場合が多く、 お笑いタレントの魔女はこれをネタにしている。ありがとうございます。